東海で1年の春から首位打者ってすごくない？いないんじゃない？過去にいるもん。いや、原さんとかってどうだった？僕ともティーバーって言うかもしれない。いや、します。だからその前になんかアップしないんだよ。皆さんこんにちは。ケイダッシュセカンドプレゼンツベースボールフェリア、いつもご覧いただきありがとうございます。今日は野村博さんと一緒にお送りします。野村さんお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、はい、早速今回のゲストをご紹介いたします。この方です。荒波翔さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ようこそ。お願いします。されてた時には、はい、被ってらっしゃらないんですね。そうなんですよ。そうですね。なのでそれ以外でちょっと知り合って被ってそうで被ってないんですよ。ただやっぱり現役中に沖縄で一回ご飯行ったりね、後輩の滝を連れてったので、ね、連れてったりとか、はい、でまあ息子の関係でとかでいろいろもう顔は時々合うし絡みは深いんですよ。そうですね。あ、でも結構仲はいい。そうです、そうです、そうです。もう仲いいとは言えないです。僕から仲いいって言ったら可愛がっていただいてます。はい、そうです、そうです、いろいろと。そうなんですね。そうです、そうです、そうです。では今日はよろしくお願いします。はい、早速なんですが、荒波さんのプロ入り前から振り返っていただきたいと思うんですが、少し経歴をご紹介、はい、いたしますと、荒波さんは高校は横浜高校で、はい、1年からレギュラー定着で3年春の選抜では準優勝、そして大学は東海大学、首都大学野球のリーグ戦で首位打者獲得でベストナインを2回受賞されています。すごいね、やっぱ。すごくないですか。ただまず高校の話からいくと、はい、3年の選抜、はい、で準優勝。その時の同級生が成瀬。成瀬ロッテでね、はい、ロッテで頑張った成瀬で、下に涌井。涌井でもう一人石川。石川滝。はい、涌井はその時ベンチ入ってたの。10番2番手で。はあ、やっぱ涌井もすごかった。いや、すごかった。その選抜はどこに負けたの。広陵ですね。西村選択。あ、西村。あと上本。西村とじゃあ同級生です。はい、いい口だった。やっぱ西村いやで、僕、いいピッチャーって言っていいんですけど、明徳義塾と試合した時に、時代から骨折して出れなかったんです。右足？足の甲。多分、初回に当たって、これなんか、裏返したんですよ。いや、ワロさんが当たってたよ。いや、ほんとですよ。まだなんか初回にこう当たって、その初戦の2回戦目かな。2回戦、はい、はい。で、初回か2回か、先頭でまずスリーベース打って。うん、調子いいな。で、次でどっかで多分2打席ぐらい当たったんですよ。はいはい、で、その時の試合前にコールドスプレーを忘れてたんですよ、チームで。あ、チームでね。はい、で、そういうのって渡辺監督がめちゃくちゃ怒るんですよ、やっぱそういう忘れ物。ああ、で、今10年生、タイガースのあそこのベンチにこうバットスプレーがあったんですよ。それをコールドスプレーに見立てて。それを一塁コーチャーはポケットに入れていったわけですよ。で、要するに、もう忘れてない状態で怒られるから。はい、よくわかる、よくわかる。で、うん、誰もデッドボールも何も当たらないよみたいな感じで言ったんですけど、まさかの僕が落ちなきゃ大丈夫ですから。で、僕はそれも忘れてて。と思って最初、まあ、コーチャーも何気なくこうやってかけてくるんですよ。グリップの。でも最初冷たいんですよ、あれ。ああと思って、よく見たらすごいテカテカしてて、サテンがベチャベチャしてるし。まあ、乗りやかな。で、ああ、でもまあ、最初痛いから、まあ、こんなもんかと、ずっと痛かったんですよ。うん、でも本当に守備行っても立てないぐらい、片足でこういう。うん、まあ、おかしいなと思いつつ、その時しかも延長10メーターぐらいだったんですよ。ついてないね。で、まあ、行きますって言ったんですけど、高野連ってすごいしっかりしてるので、病院行ったら、ヒビぐらいになってて、うんうん、で、まあ、ドクターストップみたいで、松葉勢でベンチ入ってたっていう。あ、そうなんだ。はい、じゃあ、高野と戦う時はベンチだったわけですか。そうなんですよ。出なかったんですけど。じゃあ、夏は出るなって、じゃあ、それが最後の甲子園だったわけですか。夏は神奈川県の決勝でちょっと負けてしまった。どこに出たの、決勝は。横浜商科大。はあ、その決勝。最後のバッターです。あれってなんか、でっか雰囲気出て三振なんですよ。あ、そう。あれ雰囲気、なんかやっぱ三振って結構見るじゃないですか、ああいう最後甲子園決まった時なんかこう、三振してキャッチャーがこうなってね、キャッチャーが取ってあれなんか三振頃出てるんですよ。するつもりなかったんですけど。何対なんで。いや、でも結構、くじ悪くて準々ぐらいから桐蔭学園が あとその後日富士やって、相模してで、正代とかで、もう4連戦のことはもう全部シリーズで、あっちは決勝まで1校ぐらいだったんですよ。その山の兼ね合いもあるんですね。とかもうちょっと肩痛かったり、もうピッチャーいなくて、もう6対3ぐらいか
そんぐらいの最後三振三振で高校生活終わったわけだ。横浜スタジアムで横浜スタジアムのはあ、ストリートタイムじゃ甲子園もそうだし最後は自分の座席で終わってっていうところでは、はい、結構インパクトのある終わり方だね甲子園も、まあね、最後の高校生活も、はい、なので悔しさももちろんすごい持ちながら、うんうん、高校終わったかなっていう感じがあります。うん、はい、そうか、それで東海大か。はい、東海大はもう自分の中でプロじゃなくてやっぱ大学っていうのは決めてたの。いや、もうずっとでもプロ行きたかったんで、うん、まあプロ行きたいって言ったんですけど、やっぱポジションが外野手っていうところもありますし、うん、その渡辺監督とかいろいろ相談しながらやっぱ一回大学で木のバットで慣れたりとかそういうところもあったので、でまあ大学行くっていう選択肢で。じゃあその大学4年間でもちろん1年から出てて、はい、首位打者になんか2回いや首位打者1回もうその時にしかも1年の春で取れたんですよ。マジで？でそれもうそれもわからない時にで、なんとなくやってた。でも東海で1年の春から首位打者ってすごくない？いないんじゃないの？過去にいるの？いや原さんとかってどうだったんだろうね。いや、そうですね、ちょっと1年から首位打者って聞いたことないな。でもまあ、もうその1年生が出れば、まあ、3学年前上の人もいるじゃないですか、うん、で、まして春っつったらまだ、そうしたら4月の1日から始まるわけだから、そうですね、まあ、せいぜい入寮っても2月の、はい、2月ぐらい10日前後じゃない、はい、大体高校生ってね、はい、でまだ卒業もしてへん、入学もしてへんうちから大学混じらされてね、本当に木のバットもよくわかんない感じで。そうだね、今の覚えてます。もう行って練習すると木のバットも自分で持っていくけどすぐ折れるわけです。そうだね。で俺なんか打席2本ぐらい行くの折れてもうバットないじゃないですか、うん、そしたら後ろの先輩がバット貸してくれるんですけどそれも折ってしまったっていう時に、うん、いやどうしよう4年生の先輩のバット、いやもう当時だったら地獄だよね。そうですもうだから本当に早く借りたくてそれがもう折れても手を自分で打ったのかなと思うぐらい本当そんぐらいちょっとしかも本当レギュラーの大先輩の、うんちょっと、まあ、怖いっていうか、なんかこう、普通に貸してくれたんですけど、それを2球目ぐらい折れた時に、ちょっと日々だったんですよ。隠そうかそれも分かる。その気持ち分かるわ。だから、それを覚えてますね。で、東海当時で、はい、やっぱまだ言っても上下関係厳しかったんじゃないの？本当に変な感じはないですけど、うん、やっぱりある時代ではあったので、怖かったです。はあ、でも1年の春に、はいで、首位打者取って、じゃあ1年の春に優勝したの？そう1年の春は、そうですね。はぁ、すごいね。で、順調にいくかなと思ったんですけど、2年の春に、全十字で取りました。何して三投して、うん、足の上にこうタッチされて、で、サイディングで結構こうタッチじゃないですか、要するに、こういう状態でここに行かれたわけや。いや、この辺で、ね、足の、ここにあるんですよ。でも、僕、スライディングで勢いあるとこう立てちゃう。だから、その抑えられてるのに、立ってしまって、こうボッていったこっちがなんか、まあ、前に行ったのか。ああ、そう、まあ、それが2年の時、まあ、だから大学2年生で僕1年間野球やってないんですよ。それは春先にやっちゃったの？そうです、キャンプでやって。あ、2月に。はい。で、本当はまあああいうのって8ヶ月ぐらいで、今プロの選手もそうですけど、8ヶ月ぐらいで復帰できるんですけど、まあ大事見て、まあ3年生、4年生が大事なんで1年間は本当に初めて野球やらなかった。で、3年生で復帰して、うん、先ほど言ったベストナインとか取れて、うん、で、そこからジャパンとか、うんうんうん、だから長野さんとか野本さんとか、あの、本当大隣さんとか、岸さんとか、はあ、もうめちゃくちゃな、すごいです、ね、おもう今でもピッチャーバリバリの ね, ねの時に、うん、あの大学の日米野球とかを行けるようになって、うん、でその時にやっぱその面々を見て、はい、まあ、当時ね、はい、やっぱこいつすげえなと思われていた。いや、まあ、ピッチャー野手も含めてやっぱりもう僕だからさっきもなんかその大学とかで意識というか、うんうん、そういうものったらやっぱその外、まあ、同じ外野だったら野本さんとか長野さんとかはすごかったですね。あ、そう。で、長野ってちょっと独特のティーバッティングとかしない？なんかします。だからもうその前になんかアップしないんでって聞いたことあるの。いや、だからちょっと衝撃的でした。だからその中あ、だから大学か、うん、大学では大体こうアップさせられて、うん、こう行くんですけど、ボールとかメディシンボールにこうちょっと持ってストレッチピッピッってしたら、うん、普通にバッてないけど勢いがガーンってホームランになってこの人すごいなって。ちょっとなんかこうドアスイングに見えるのが見えるんですよ、うんうんうん、ちょっとやっぱなんか違う。それもね、俺社会人行ってる時に聞いたことがあって、練習しないっつって、アップもしないで打てるっつって
聞いたことは超思って。で投げたら後ろちってなんか吉野さんみたいな投げ方するじゃないですか。こうピッてでもすっごいボール感じて。こういう人がやっぱプロ行くんだなっていうか、もう天才というか。でまあ大学終わって、はい、当然プロ行くつもりだったでしょ。行きたかったんですけどね。うん、でもちょうどその時のドラフトが高校と大学社会人って分かれたドラフトだったんで。え？そんなことあったっけ？わかります、はいはい。高校生だけと大学と社会人がくっついたなんか二部制っていうか。多分2年ぐらいやりましたっけ？2011年？10年？いやいや違います違います。2007年。そんなことあったっけ？くらいです。で、うん、ちょうど高校生でまあね有望株したら4番ぐらいが取るんで、じゃあ取る数は変わんないですよ。このドラフト8ぐらい。高校生からやるの？そうです。高校生だったっけ？そうです。あったな。で今あの時でドラフト8位ぐらいがもうマックスぐらいじゃないですか。うん、か昔って、うん。だからそこでもう4人ぐらいは高校生だから取るじゃないですか。うん。それは各球団。あ、そうです。もうその高校生だけのドラフトがあったんですよ。まず、はいはいはい、で終わりました。で取れてないところじゃあ次大学と社会人取りましょうってなるけど、やっぱりピッチャー即戦力じゃないですか。社会人。うん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 、でキャッチャーとか、うん、ショートとかで、うん、で僕がやったんで、うん、で大体その社会人と大学のドラフトは3番ぐらいまでしか取られないんです。だから本当にドラフト3位ぐらいじゃないといけない。そういうことだね。事実上そういうことだね。はい、なのでまあそこでまあ含めてなんかちょっといけなくて、うんうんうん、でどうしようと思ったんですけど、で本当に野球そこなんかプロ行くためにやってたんで。本当にやめようかなぐらい思ってて、うん、だからそれまでずっと次はそれこそ社会人のところとかも決めてなかったですし、うんうん、なんかいろいろ悩んで、多分僕結果的にその社会人行くって言ったのが12月末ぐらいです。でトヨタで2年やって、3年やったんですよ。あ、3年やったの？それも僕もちょっと聞かせて、ぜひ聞かせて。結構苦労してんだね、ショウ。そうです。俺なんかトントン拍子行ってるでしょ。思ってなかったね。横浜高校でやって、東海行って、トヨタ行って、でプロ入ってやったら、やっぱ全部いいところ経験してるじゃん、やっぱりアマチュアも。なんでさっきみたいにその都市対抗も含めて予選がまあ1年目、うん、あその春からはいろんな地方大会とかも出させていただいたりして、うんうんうん、あと東海地区は大変なのね。そうなんですよ、強いとこ多いから。トヨタ入った前年度が日本選手権で優勝してるチームだったんですよ、トヨタが。ほうほう。だから優勝チームのまま次の年じゃないですか、うん、で僕らが入ってやっぱ夏ぐらいの時の予選とか出してもらえなかったんですよ、うんうん、まあ僕がそのふうにちょっと生意気そうかもしれないですけどまあ優勝してるし、うん、でもう一人、まあ、プロ今ロッテやってる荻野もいて、うんはいはいはい、荻野も3年ぐらいから行くって決まってたから、まあ、荻野は出てたんですよ、うんうん、でそっから秋の日本選手権からレギュラーで優勝を果たして、うん、で、わこれまたなんかベストナインとか、優秀選手とか取れてて、うんうんうん、これちょっとまたいけそうだなと思って、はい、頑張ったんですけど、それが1年目やろ、はい、うん、で、2年目でピッチャー2人とその大きな人3人プロ行ったんですよ。そうだからね、なかなか4人とかもないじゃないですか、うんうん、っていうのもなんかあったり。でもショーはまだいけないもんね。2年はいなきゃいけないから、ね、あ、でもその次の年に行けるじゃないですか、うんうん、その年ね。でピッチャーに1位1人で荻野、中澤さんってヤクルト行って左ピッチャー、ああはいはいはい、はい、で荻野が同級生でロッテ1位、うん、で大谷さんって右のピッチャーからロッテ2位って、なので結構そのまたそれ3人も行きに行く年でもあったし、お、なので2年目はだから1年目僕もそんな成績良くなかったんですけどっていうのもあっていけなくて、どうしようみたいな。で、まあ、いろいろあの社会人野球なんで、職場の方とか、今まではなんか自分のためにしかあんま野球、プロ行くっていうふうにやってなかったんで、だから先ほどもなんか言って、もうプロ行けないなら野球やっても意味ないなって思うぐらいだったんで、まあ本当に諦めようかなっていう時に、やっぱ職場の方がめちゃくちゃ応援してくれたりとか、はい、だからそこで、まあその職場の方のためにも頑張ってやろうと。部署の部署のね、はい、方がこう垂れ幕作ってくれたり、そうだね、めちゃくちゃ応援してくれるんで、うんうんうん、でその方々にために恩返しだったり応援してもらえるように頑張ろうと思って3年目やってプロ行けるよ。あ、だから要するに自分自身がこうやっぱ自分が頑張ってこう思ったのが誰かのために頑張ろうって、逆に他人だよね、いわゆる、はい、
のために思えたのがやっぱそうですね、社会人の今まではもう本当自分にもちろんメンタル的にもあれですけどイライラ自分にしてしまったりとかなんかそういうできないところってあったんですけどちょっとなんか視野が広がったところが人としてなんか少し成長できたのがそこの社会人2年目終わったぐらいですね。